2013年にリリースされたファレル・ウィリアムスのハッピー。米シングルチャートで10週連続1位になるなど大ヒットした楽曲なのですが、その人気を後押ししたのが YouTube で2億8000万回以上再生されている PV。 登場する人々が音楽のリズムに合わせて楽しげに踊る様子が人気を博しています。この PV をカバーした動画が世界中で制作され、そちらも軒並み大人気になのですが、福島で撮影されたハッピーがネット上で話題を呼んでいます。福島市長や JR 福島駅長など総勢約200名の皆さんが参加し、ハッピーな福島をアピールしていらっしゃいます。福島の皆さんの素敵な笑顔に海外の方々から様々なコメントが寄せられていました。